しいと比べてストゥゲでございましたプラスティシー、弱しいと比べてストゥシティシー、宝目でございます。パー、はい、というわけでございまして、本日はですね、皆様に告知がございます。イエイ、小刻みに動く、小刻みに揺れる映像。ツイッターと、インスタグラムではもうちょっと告知させていただいてるんですけれども、なんとですね、ライブがたくさんあります。イエーイイエイイエーイ。まずは8月26日、先日、お伝えしました YouTube スペース東京で行われる、夏祭りパフォーマンスナイトの、件につきまして、呼べるラバーの人数は20人になってしまいました。はい、でこの20人は抽選で、選ばれるんですけれども、詳細はですね、動画説明欄に書いている応募フォームから、応募していただいて、でそれを送信していただくと抽選で20名の方がご招待されます。そしてですね、前回伝え忘れをしてしまって本当に申し訳ないんですけども、このイベントはですね、お酒を提供するので、未成年の方は、参加できません。申し訳ないです。なかなか YouTube スペースでライブすることもないですし、そもそも YouTube スペースに、YouTuber 以外の方ってなかなか入るチャンスはないので、ぜひ、お時間ある方は応募してみてください。2200年 TV のトッチーのイベントに宝目がゲストで呼ばれております。わっしょい。昨年出ました、野球大会、 YouTuber 野球大会の、復習といいますか、予習ランチ会みたいなのがあるので、そっちは僕は歌わないんですけども、ゲストとして、トークショーみたいな感じで、多分いろんな方と皆さんとお話しする機会もいっぱいあると思うので、ぜひ来てみてください。9月の25日の、日曜日でございますので、よろしくお願いします。そして、あ、3つ目はですね、10月の8日、土曜日、福岡でございます。東京と来た次は福岡でございます。ただこちらはですね、ゴスペルライブでございます。ゴスペルライブです。ゴスペルライブってなんだよってなるでしょ。僕大学生の時に、ゴスペルっていうのをやってたんですよ。皆さんご存知ですか、ゴスペル。天使にラブソングをみたいな、ホーハッピーデーみたいなね、やつがゴスペルっていうんですけれども、宝部そのゴスペルを主に、活動をしていた FCGC 福岡コミュニティゴスペルクワイアっていうですね、事務所に、大学生の時に所属してまして、でそこで、まあ、大学4年間歌ってたんですよ。でそれがなんと、今年で20周年になるということで、 OB としてちょっとまた参加させていただきます。歌い手の人もめちゃくちゃみんな上手いし、もうめちゃくちゃ上手い、マジで。もう先輩方めちゃくちゃ上手いし、バンドもねすごいのよ。だからゴスペルとかブラックミュージックですね、ソウル、ファンクなどなど、そういうのをすごく好きっていう方はですね、ぜひ遊びに来てください。それも動画説明欄に詳細載せておきますので、よろしくお願いします。終わりか、ちょ最後、10月の9日、なんとスリーマンライブでございます。スリーマンライブ、場所は名古屋でございます。なんと東海オンエアのとしみつくんがボーカルを務めるキャラクティックノートと、藤田祐介さんと宝部亮次の3万ライブです。3万って言ってしもうた。しかも初の名古屋でございます。私人生で名古屋一度も行ったことないので、もう今すっごく楽しみです。全部で1、2、3、4つかな、4つ言ったんですけれども、ぜひ皆様お時間ある方はぜひ遊びに来てください。すべて動画の説明欄に詳細載せておくので、ぜひチェックしてみてください。あと最後に皆さん、ブルーの映像を撮りました。まだ待ってますよ。ちょこちょこ動画来てますけれども、もうどしどしください。でどんな動画を撮ればええかわからんとかね、恥ずかしいとかね、言わんといて、任せておじさんに。おじさんがうまいこと編集するけん恥ずかしいとかそんなのいらん。
大丈夫、任せて、シャレた動画にするけ。でもシャレた動画にするためには皆様の映像を僕に送ってこないと作れないからね。どんな映像作ればいいぞって思うやろ。 OK、 そんな君たちに私が今からお手本を見せます。このプロジェクターを使ってあそこに映像を流します。あそこに映像を流して、で宝部が自撮りをするけん、こんな感じで撮ればええよっていうのをお見せしましょう。本当はあれだよ、あの宝部もなんかそういう海とかなんかそういうなんか夏っぽいところに行って、あのお手本撮った方がいいっちゃろうけど、ちょっとその最近ちょっと編集がいっぱいあってね、なかなか外に出れんけん、ここに外っぽい映像をプロジェクターで映して自撮りするけん、それは見てからちょっと予習してから、動画撮ってここまで動画を送ってください。以上、宝部リアジでした。たくさんライブがあります。まずはぜひ一度来てみてはどうでしょうか。いえいえ、ウォウォウォッシュ、宝部リアジでした。またね。